公園に準じる継承地として、自然公園法に基づいて、環境大臣が指定した公園。国立公園が国の直接管理なのに対し、国定公園は都道府県が管理する。英語表記は、クワジ・ナショナルパーク。また、アメリカ合衆国ナショナルモニュメントのことを、国定公園と訳すことがある。本校では、日本の国定公園について述べる。 1950年7月の美和湖国定公園、佐渡谷彦国定公園、やば北栄彦山国定公園の3カ所の指定を、はじめとし、65カ所の国定公園が指定されてきたが、その後に国立公園に昇格、編入されたものもあるため、現在は58カ所の国定公園が存在している。 最も新しいものは2021年3月30日指定のあっけしきりた昆布森国定公園である。国定公園の中には、国土軸や都心部の自然を保護するために、東海自然歩道設置計画の一環として、便宜上の指定を設けたものがある。これらについては、複数の都道府県立自然公園を格上げしたものの、集合体もあり、 決して国立公園に準じる継承地とは言い難い。また、大都市近郊の緑地の保全を目的として指定された国定公園も存在する。住民、自治体の運動や意識の差異があるため、指定範囲にばらつきが見られる。例えば、日本アルプスのうち、中央アルプスだけが、基幹産業の林業に影響を生じることから、2020年に、 国定公園となるまで、長らく国立公園にも、国定公園にも指定されていなかった。日本三景の内松島だけが、国立公園にも、国定公園にも指定されていない。また、日本に5箇所ある、世界自然遺産のうち、白上山地だけが、国立公園にも、国定公園にも指定されていないなどといった例がある。その他、霧タップ出現や高下散山など、 著名な継承地や貴重な自然資源であるにもかかわらず、指定範囲外であるものも多数存在する。1990年の所管別手売、焼き知り焼尻国定公園を最後に、国内の自然保護は一段落したとして、指定は中断した。その後、自然と人間の営みの関係を重視する、文化的景観の考え方が広がり、国定公園が、 世界遺産の文化遺産推薦に再始求められる法的保護根拠にもなることから2007年に17年ぶりに丹後天の柱手大鉱山国定公園が指定され人為的景観も保護対象として組み込まれることになった1水峡国定公園としてに佐渡屋彦国定公園として三根合生駒国定公園として4965年10月1日に 琉球政府により沖縄海岸政府立公園及び沖縄戦績政府立公園に指定。本土復帰とともに国定公園となる。ありがとうございます。